すごい。ミルク欲しいな、お前な、ほら。ミルク欲しい。かわいい。ね、本当に。うちはこの赤身にこだわってるので。はい。はい、どうも、黒田です。今日は、ラーメン企画で、ついに、チャーシューですよ。チャーシューです、ついに。ということで、今回はね、浜松市の、稲佐町の方に来ております。峰野牧場さんに来てます。はい、ということで、早速、峰野さんに登場していただきます。峰野さんです。よろしくお願いします。今日はいろいろお話を伺ってください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。峰野さんに牛のことをちょっと聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。牛さんは何頭ぐらいいらっしゃるんですか？今だいたい300頭ぐらいいます。300頭。それって産んでそこからどんどん増えていく感じですか？産ませてる牛は、はい、母親の牛が今44頭。はい、市場から買ってくる牛が大体年間で110頭ぐらいです。なるほど。でここでは生まれる子もいれば、まあ、買って足してみたいな。今大きい舐められてる。何何何何何この番号とかは何ですか？個体識別番号ですね、はい、全国トレーサビリティっていうのがありまして、はい、どの牛がどの番号だと、はい、どこで生まれて、どこで育ったって、はい、いつと作されたとか全部わかるようになってます。インターネットで。あ、インターネットでわかるようになってます。スーパーさんとかでよくある受け立て表。あ、はい、それがこの番号なんです。あ、なるほど。これって出荷されるのは何歳になってからとか決まりはあるんですか？決まりは特にないですけど、はい、基本的には25ヶ月例ぐらいから30ヶ月例ぐらいの間です。まあ2年ちょっとぐらい。はい。それはもう峰野さんが決めてる。そうですね。まあせっかくなんで見てみます。あ、お願いします。すいません。構えの牛が、はい、この子なんかも大きいんですけど、はい、これも来年年明け出荷ぐらいですか？これが大体24ヶ月例ぐらい。はい、もうすぐ出荷が始まるよ。だいたい800キロからこの子なら1トンぐらい。1トンぐらい。1トンマジっすか？はい、あります、ね、え、ちなみにここに今何頭ぐらいいる？ここだいたい今70頭ぐらいです。あ、ちなみに水野さんのこの牛さんたちに対するこだわりっていうのは何がありますか？こだわりは、はい、例えば牛を見ると、はい、普通鼻に輪っかがついてるんですよ、牛って。あ、はい、ついてますよね、はい、あれって牛って鼻が弱点なんです、はい、弱点なんで鼻の輪っかをつけて、はい、人間が扱いやすいようにするんですよ、はい、そこにロープつけて引っ張ると痛いから言うこと聞くじゃないですか、はい、だから鼻輪ってつけるんですけど、でもそれって牛にとったらストレスじゃないですか、はい、ストレスになっちゃうんで、うちはできるだけストレスをかけないように伸び伸び育てたいってことで鼻輪をつけてないです。これがまあ一つ。あと餌の時間とかですね、はい、餌の時間も、例えば人間が毎日夕方6時にご飯を食べてたら、はい、8時になっちゃったらお腹すくじゃないですか。あ、すきますね。で5時だと食べれないじゃないですか。そうですね。だから同じ時間にあげるっていうのがポイントです。あ、なるほど。そうすると牛にとってもそろそろ餌の時間かなと思って食べてくれると。そうするとやっぱストレスがないですね。あとうちって今牛が鳴かないですよ。鳴かないですね。そうですね。鳴いてないですよね。全然。これは牛がなんていうの、ストレスのない状態。例えばお腹が空くと餌くれって鳴くし、はい、あと水が飲めないと喉乾いたって鳴くし、うん、なんか寂しい思いをしても鳴くんですよ。何か。そういうのが今ない状態。牛が落ち着いてる状態。なのでこんな静かなんですね。静かですね。とても静か。なるほど。僕ら来た時に、なんかイメージとしては結構、ね、牧場とか行くと、モーモー鳴いたりとかするんですけど、全然音がしないんで、最初いるの気づかなくて、で、パッと見たら、あ、いると思って。なるほど。じゃあ、ノンストレスな、ノンストレス、牛さんたち。例えばこれも、今3頭入ってますけど、はい、3頭並べて餌が食べれるじゃないですか。はい。それだけゆったり、並んでみんな同時に餌が食べれる。はい。例えば、どうしても強い弱いがあるので、はい、強い牛が、
餌をこう縄張りしちゃうと弱い牛が食べれなくなっちゃうじゃないですか。でそういうのないようにこう牛の頭数を減らして、はい、すごいこうストレスないようにですね、隙間のあるように。あと餌、はい、餌はね実はめちゃくちゃこだわってまして、はい、まあ、トウモロコシとか大豆とか入ってるんですけど、はい、あのいい質のいいものもうとにかくこだわってやってる。まあ、見てもらえると分かるんですけど、はい、毛づやも良くて、はい、牛が健康なんですよ今。うーん、はい、まあ、健康な牛を作ることがあの、はい、ストレスのないってことなので、そういうのをこだわってやってます。なるほど、すごい綺麗ですもんね、はい、いつも行く牧場はもっと変な話臭いんですよ全然臭くないですもんね。そうですか、今だいぶ全然臭くない、はい、なんかすごい清潔的な峰野さんの牧場まあ、あとは管理ですよね。一頭一頭管理して血統、はい、ああ血統って聞きます、はい、牛って血統って大事で、はい、この血統はこのお父さんはこういう形の牛になるとか、はい、やっぱ決まってるんです。安定とか大きくなりやすいとか、はい、霜降りになりやすいとか、はい、いろいろあるんで、そのまた見極めて飼ってます。うちはですね、11、2年前から、はい、ブランド牛として、はい、峰野牛っていうのを売り始めました、はい、でその頃までは本当に霜降りのお肉、はい、あの A5 ランク、よく言われる A5 ランクの牛が市場では高く売れるので、はい、とにかく霜降りの入った牛が高く売れたんです、はい、なので、まあ、ここはすごい環境が良くて静かなので、今まで市場出荷してるだけじゃつまらないと思って自社ブランドを立ち上げてお肉の販売を始めました。で実際売ってみたんですけど、はい、割と赤身の美味しい肉はないのとか、はい、とにかく安心安全なお肉が食べたいっていう消費者の方が多くて、はい、あ、これは将来これが波が来るなと思って、思い切って餌も変えて、いろいろあの赤身の美味しいお肉っていうのを作ろうと思って、はい、約7年前からあのその赤身にこだわってやってます。よくあるあの脂身が多くてもう1枚2枚しか食べれないっていう牛さんじゃなくて、じゃなくてもう赤身で、そう、赤身で噛めば噛むほど味が出るっていうのがうちの狙ってるところですね。いいですね、もう僕が大好きなあれですねお客様の声はいい感じ。そうですね、うちはねリピートされる方がものすごい多いです、うん、変な話年々こう売り上げはこう上がって、まあ、コロナでね一時こう上がって、はい、まあ、コロナで一旦ちょっと落ち着いてたんですけど、まあまあお金はまあいいとしてまあね、はい、売り上げはだんだん、だんだんと伸びて、はいはい、まあうちの特徴としてはすごい山なんですよ。後でまた撮ってもらいたいんですけど、はい、この山の中にあるので、はい、あの一つ一つの牛舎が大きくないんですよ。これが一番大きい牛舎なんですけど、あ、はい、あの小さな牛舎がいっぱいあるんですよ。なるほど。でそれ何がいいかっていうと、普通、はい、たくさん200頭とかいっぺんに飼ってしまった方が効率いいじゃないですか、はい、餌もあげるの楽だし管理も楽だし、ただ、これ言っていいのか分かんないですけど、イメージしてほしいんですけど、小学校で3000人いる マンモス校と、100人しかいない小さな学校でどっちが伸び伸び育ちますかって考えたら、やっぱ100人の方が伸び伸び育つじゃないですか。そういうのもうちの、まあ、メリットになってる。ただ作業はものすごい大変です。あ、なるほど。だん点々としてるんで、あ、離れてるんで、離れてるんで、まあ、作業は大変なんですけど、牛にとってはいい環境かなと思います。ありがとうございます。あ、先生、これがあの今まで静岡育ち。あ、あー、これ静岡育ちなんですか。これ静岡育ち。で、峰野牛っていうブランド、はい、で、静岡育ちも作ってる。あ、いやいや、峰野牛の静岡育ちはいないです。今は静岡育ちは静岡育ち。静岡育ちは峰野牧場が作ってる静岡育ち。あ、なるほど。そういうことですね。なるほど。ここで育ててるっていうことですね。はい、ここで育ててる、静岡育ち。静岡育ち。はい、静岡育ちは、なんで静岡育ちなんですか？っていうか、どれだったら静岡育ち。あ、そうだ。ですね、黒毛和牛の、うん、メスで、はい、出産を一度もしてない牛、はい、でなおかつクイーンビーフという指定された餌をあげて、はい、でマニュアル、飼育マニュアルがあって、はい、それに沿った飼育方法をした牛が、
静岡育ちになるんですけど、はい、まずそれになるためには認定農場にならなきゃいけないです。認定農場になってからそれをやって、その飼育法をやって、はい、できた牛だけが静岡育ちになると。なるほど。でまたその静岡育ちも権利を持った業者が買わないとならない。はい。そういうあれがあるんですね。縛りがやっぱり。縛りがやっぱり。はい、結構。結構ちょっと聞いてないんですけど、こんなにここ上がってきて、ここちょっと今日登山用の靴じゃないんで、漁師さんじゃないですか？漁師は歩かないですね。船に乗ってるだけなんで、漁師は歩かないです。行動範囲めちゃめちゃ狭いですね。そこからそこみたいな。繁殖牛がいる牛舎。へえ。繁殖用牛舎。繁殖用牛舎。はい、親ってことです。親ってことですね。でここで交尾とかするってことですか？あ、牛は人工授精ですね。あ、なるほど。精液を入れます。じゃあ上がってますけど。本当だ。すごい。びっしり。ちょっとお母さん牛は育てちゃいけないので。あ、お母さん牛。お母さん牛出産するときに難産になっちゃうので。なるほど。餌をこう制限します。でも制限しちゃうと、はい、喧嘩しちゃうんで、はい、こうやってスタンチョンって言って一頭一頭餌をこう動けないようにして、なるほど。なんでこうやってそれでこういうのすごいすごいめっちゃ可愛い。これで何ヶ月ぐらいですか？これは11月に生まれてるので、あ、最近ですね。今日もう20日ですね。はい、2週間ちょっと。めっちゃ可愛い。これだけ11日なんで生まれて1週間。うわ、生まれて1週間。あれ見て。これじゃあ生まれてしばらくの間お母さんと一緒にいるってことですか？そうですね、だいたい10日から3週間ぐらいですかね。これお母さんが、お母さんの、お母さんのミルクで育って、そこからもう離れ離れ離れ。あ、なるほど。サムシーンが出るのがよかった。出産のサムシーンがね、すごいですね。YouTube ではかなりレアじゃない？かなりレアです。出産立ち会うこととかあるんですか？あります、あります、もちろんありますよね。はい。やっぱ難産とかだと、引っ張らなきゃいけないんで。ああ。え、みんなさ、引っ張るんですか？あります。サイズが違いますもんね、生まれてくるサイズが違う。サイズが30キロぐらいの。ああ、なるほど。30キロってでかいですね。でもこの子かなりお腹が大きくなって、はい、もう見ますね、大ですね。ああ、本当だ、もうお腹がすごい、うわ、すごい。もう今臨月ぐらいですかね。臨月ぐらいだと思います。すごい。泣きますね。あ、寂しくて。あ、最近連れてきたばっかり。市場で買ってくるんですか？自分のところで生まれた。あ、自分のところで。ああ、ちょい移動してます。なるほど。可愛いですね。可愛いですね。本当に可愛い。これだいたい生まれて、はい、1ヶ月ぐらい。生まれて1ヶ月。生まれて1ヶ月。ミルク欲しいな、お前な、ほら。ミルク欲しいね。かわいいね、本当に。まだね、餌も牛使い、牛使いっす。めっちゃ吸ってます。本当だ。あ、ミルクじゃないね、ごめんね。すごいっすね。ごめんね。やばい。そう。でもさっき見せてもらった親牛、はい、気になるまで本当ここから20ヶ月とかで、あ、なります、なります、なります。すごい成長が早いんですね。だいたい1日体重が1キロ増えます。うん、はい、すごいですね。そうですね、だいたいってことは1年で365キロで、生まれた時30キロじゃないですか。はい、2年で750キロぐらい。750キロ、すごい。ここ何頭ぐらいいるんですか？これ今ちょっと多くて、はい、20
30頭ぐらいいますからね。この子たちは、はい、まだちょっと弱いので、はい、やっぱ一頭一頭の管理、あ、分けて分けてますね。こう分にするとやっぱりどうしても病気もらっちゃったりするので。あ、喧嘩とかはしないですか？牛さん、あ、牛さんって群れにするじゃないですか、はい、その時に一回喧嘩するんですよ、はい、喧嘩します。で、その中で順位が決まるんですよ、はい、一番強いのと一番弱いのと、はい、でそれが一回決まっちゃったらもう喧嘩しないんですよ。でこれを入れ替えたりすると、はい、また順位を決めなきゃいけないんでまた喧嘩するんですよ。すげえ。で一回決まっちゃって、あの、その一番強い子がまあ主導権を握ってこうやるので、やっぱ並べるように朝はやるとかやるんですけど、なのでうちはあの出荷すると減るじゃないですか、はい、減ったところに入れたくなるじゃないですか、はい、他の次の牛を。でもそれやっちゃうと喧嘩するので、一分決まった分はもうこのままずっといきます。出荷して減っても次出さない。でそれでもう絶対この5頭で、あの、最後まで出荷までっていうのがうちのルールでした。はい、あ、なのでさっきも5頭ずつぐらいな感じになったのは、はい、そういう理由なんですね。あ、そういうことです。そこ喧嘩しないんです。もうそれもこだわりってこと。それもこだわりです。こだわりが詰まってます。こだわりが詰まってます。そうですね。ということで、これが峰の牛さんのもも肉。もも肉です。うちはこう赤身にこだわってるので、はい、はい、もものローストビーフとか、本当そういうのはものすごい人気あります。なるほど。いや、これでチャーシューをね、大将が作るってことで、もう早く食べたいです。食べたいです。食べたいです。これお肉とか普段その買いたいとかってなったら、どういうふうにお買い求めすればいいですか？ですね、うちは、スーパーさんとかには卸してないので、あ、なるほど。はい、直売店があります。あ、直売店が、はい。はい、浜松市の北区の根洗町の135番地にあるんですけど、はいはいはい、そこであのお店をやっております。はい、はい、そこで直接こういうお肉が買える。あ、そこはね、予約販売になっているので、はいはい、まあ、電話とか、あの、はい、まあ、実際お店に来ていただいてもいいんですけど、はい、予約をして、まあ、営業日の2、3日後ですかね、はいはい、にあのお渡し、そのお客様用にカットをしてお渡しです。あ、でも完全予約制とか。完全に予約制です。すごい。あとはホームページから、ホームページ、まあ、ネットであのショップがあるので。じゃあ全国発送もやってる。あ、全国発送もやっております。チャンスですね、これは。この美味しいお肉を全国の方に食べていただきます、はい、なるほど。じゃあそれは、ホームページの方から、通販で全国発送ってことで、はい、あ、じゃあ、ちょっと待ってくださいね、いっぱいあるんで、はい、直売店の住所と電話番号、はい、と、あとホームページの URL を、 SNS はやってないです。 SNS はこれからやりたいなと思って今やってます。じゃあ、そのホームページの URL をあの概要欄の方に貼らせていただきますので、はい、ペタペタと、ぜひぜひ、はい、そちらから皆さんね、チェックしていただいて、はい、あの峰の牛さんをね、ぜひ食べていただければと思います、はい、究極の、はい、ラーメンに使ってください、はい、お願いします。ありがとうございます。使う前に食べちゃいそうだけど、はい、もも肉、はい、ということで峰の牛さんから、まあ、しっかりお絵かきさんにお届けしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、はい、今回は、峰の牛さんお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。次の動画はこちらです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。よろしく。インスタも見てね。見てね。見てね。